アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなる。家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆さんこんにちは、道楽やりちゃです。令和6年5月19日、場所は大阪 MK タクシーフィードエクスポにて、2024 X リーグジュニアトーナメント交流戦、トライスターズ対クラブアイランド一戦が間もなく行われます。本日の、MK タクシーフィードの天候はあいにくの、雨天となっております。しかし風は今のところなく、これらのコンディションを鑑みての一戦という形になってまいります。現在その試合に先立ちまして両チームがウォームアップに入っているところです。また本日は併設しております、スイータスタジオにおりまして、ガンバの試合がありましたことによって現在、その、方々の人況及び、マイクが今飛び交っているところでございます。両チームのご紹介をさせていただきたいと思います。本日、手前側ホームスタンド側に陣取っておりますのが、X3 に所属しておりますトライスターズです。1974年にアメフト好きの3人が集まりまして、アシアトライスターズとして発足いたしました。楽しいと勝利両方を得るために、選手、サイドライン、スタンドが三位一体となり戦えるチーム作りを目指しているチームです。かつてはプライベートリーグにも所属し、そしてプライベート、そして X リーグに共に参戦するという非常に挑戦的な、チーム運営を行っていたチームでもあります。現在は X3 に単独参戦という形になっておりまして、今季も X3 において戦いに挑む予定になっております。選手は未経験者から大学一部校まで幅広く在籍しております。また、それと、本来のアメリカンフットボールの活動以外に、このアメリカンフットボールを、さらに発展させ、病室とフィールドをつなぐホスピタルフットボール活動という、活動があり、こちらにも参加しております。淀川を拠点にさまざまなリーグと関わりながら、魅力ですが、しかしアメリカンフットボールに貢献したいというこの、非常に気概あふれるチームがこの試合のメインスタンド側に陣取っております。本日はチームカラーとなっております、オレンジユニフォームをまとい、そして今シーズンよりユニフォーム変わりまして、さらに新しいイメージアップを図らんとするトライスターズです。さあ対しまして反対側、本日はビジターチームという扱いになっておりますのが、ホワイトのユニフォームをまとっておりますクラブアイランズです。こちらは、株式会社ワールド神戸にありますアパレルメーカーワールドの社内のメンバーが中心となりまして、チームは発足いたしました。現在はそのワールドのスポンサードは離れまして、クラブチームとなっております。しかし神戸芦屋浜を拠点としまして、練習を行っており、今季も X3 でその躍進とげんという形で挑んでおります。こちらもユニフォーム一新しまして、本日はホワイトのユニフォームのため、そのカラーリングはっきりという形ではありませんが、しかし全身白にまとった非常に、フレッシュなユニフォームになっております。この領有、この春は非常に似通った状況にあり、現在、このフィールドに立っております。両チームともジュニアトーナメントには参戦いたしましたが、その初戦においてどちらも敗戦という形になり、結果的にトーナメント敗退という形になっております。しかしその敗者によって組まれました交流戦によって今回参加する形になり、そしてお互いにその、秋に向けての突破口を見出さんという一戦を控えているという、そのような状況での一戦になってまいります。
この両チーム、そしてカラーリング現在のチームの特色としても、非常に似通っております。両チームともかつて、トライスターズは2012年に XE 制覇、そして、クラブアイランズも2016年17年に連覇するという形で、共に XE においてその力を発揮しておりましたが、しかし入れ替え戦において、X2 昇格に挑め、未だ達成できていない状況に戻っております。しかしかつては両チームともそのような舞台で戦っていたこともあり、なんとか復活を遂げんというところですが、現在はまだ再建中といった状況にあります。共に両チームその優勝当時を忍ばせる非常に強固なディフェンスを持っているのも特徴的です。非常に人材あふれているという点では、その点ディフェンス陣は非常に研ぎ澄まされているのですが、両チームとも課題となるのがオフェンスチームといったところでしょうか。そしてこれに関して面白いことに、両チームとも同じアプローチでその突破口をクォーターバックに見出そうというふうに考えているものです。後ほどご紹介させていただきますが、共に本来の正クォーターバックだった選手ではなく、他のポジションからクォーターバックをコンバートし、それぞれのオフェンスの突破口を見出そうとする、そのような動きも見受けられます。アメリカンフットボールは本来は専業性が高いスポーツとは言われていますが、しかし同時にその才能がありましたら、さまざまなポジションに転用できるマルチプルのスポーツでもあります。こういった点がこの交流戦ではご覧いただくことが叶うかもしれません。その点でもご注目ください。また本日の配信は、先ほども画面ご紹介させていただきましたが、私自身もちょっとした実験をさせていただきます。本来の私の配信では、カメラエフェクトといったものは配信の安定性の問題から今まで避けておりましたが、今回は、試験的にそのエフェクトを加えた形を、導入してみました。これが今後できるかどうかといった部分が、実際に私もやってみながら試していくという格好になりますけれども、今回はその部分を含めまして、私の配信をご覧いただいている方々はちょっとご注目いただければ幸いに思います。さあ、審判のフィールドに入りまして、両チームの首脳陣招きでこれより試合開始の時を迎えます。令和6年5月19日、場所は大阪 MK タクシーフィールドエキスポにて、 2024X リーグジュニアトーナメント交流戦、クラブアイランズ対トライスターズの一戦がまもなく行います。試合開始17時30分キックオフ予定です。これより両チーム首脳陣によりますポイントスが行われます。手前側に陣取りますのがホームチームという形になっておりますトライスターズ。チームカラーのオレンジをまとっております。奥側に陣取りますのがアウェーチームという形になっておりますクラブアイランズです。クラブアイランズ後半のチョイスポイント数はクラブアイランズ取りましたが、しかしその選択権は後半に行使いたします。トライスターズレシーブ、クラブアイランズキックオフ、トライスターズリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の静止形で行われます。両チームサイドラインでハグルを解きまして、これより試合開始の時を迎えます。まずはこの試合はクラブアイランズのキックオフで試合が始まる形になります。キックオフいたしますが、クラブアイランズ9番の選手がキックオフキッカーを務める模様です。
クラブアイランズ、9番は砂川、手塚山大学出身のプレイヤーです。対しましてトライサーズは3枚のブロッカーの後ろにエースリターナー27番を配置いたしました。トライサーズリターナー27番は佐川です。こちらも手塚山大学出身のプレイヤーです。岸君も同じ大学の、キッキングチーム、キッカーそしてリターナーによってこの試合は封を切ります。さあトライサーズリターンに入った。さあ27番中央突破を図ります。さあ抜けていく、ナイスリターンになっている。さあどこまで行く、抜けている、ナイスリターン。リターナー27番ボールを持ちまして相手の出方を見伺うように待機し、そしてその一瞬の隙をつきまして右を分押しそう。相手のプレッシャーをかわしながら一気に相手陣16ヤード付近までリターンする見事なリターンで攻撃位置を確保しました。この位置からトライサーズの攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、ボースダウンとその回数を表します。その4回で10ヤード前進するか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。さあ一気に相手陣16ヤードからトライサーズファーストダウン10、1回の攻撃に入ります。さあまずトライサーズはパスを投じんとしました。クォーターバック21番右にスプリントアウトしターゲットを探しましたが、しかしこれはクラブアイランズもカバーよくゲインは1ヤードほどにとどまっております。ここでクォーターバックに21番の、木田が投入されております。かつてはエースランニング枠としてこのチームで活躍していました。そして今はクォーターバックとしてフィードに立っております。トライサーズセカンドダウン9。さあ今度は中央のプレー、今度は後ろにいましたランニングバック5番にハンドオフしまして右オフタックル付近突破を図りましたが、これはしかしアイランズディフェンスライン陣踏ん張りましてゲインほとんどなくサードダウンに変わります。トライサーズ相手陣15ヤードの絶好の位置ですが、サードダウン9、3回目の攻撃残り距離9ヤードに挑みます。クォーターバック21番ハンドオフウェイから左オフタックル付近突破を図りました。自らの総力で状況打開を図ろうというところですが、しかし攻撃権更新至らずフォースダウンに変わります。さあ結果的に最後の攻撃権となりますトライスターズですが、果たしてここで4回目の攻撃をどうするか。フォーメーションを変えました。フィールドゴールドライキックによる3点を狙います。キックレングスは26ヤードといったところでしょうか。トライサーズフォースダウン5、フィールドゴールトライ。キック成功、3点獲得です。トライサーズまずこの最初の攻撃シリーズ佐川の素晴らしいリターンを生かしまして、このフィールドゴール、フィールドゴールによってまず先制となります。3点を獲得する形に成功しました。見事フィードゴールを決めましたのはトライサーズ13番の中塚です。森の宮医療大学出身のプレイヤーです。大学にアメリカンフットボールはありませんが、しかしその見脚を生かしまして社会人 X リーグで活躍しております。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けると2通り、プレースキックをゴールポストに蹴り込むフィードゴールと、そしてエンドゾーンにボールを持ち込むタッチダウンです。フィードゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。さらにタッチダウンはこのその後にもうワンプレーボーナスのワンプレーがあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点加点となります。これ以外は自殺点、自陣のエンドゾーンで倒される自殺点のセーフティーのにマイナス2点があります。これらの足し算によりましてアメリカンフットボールは試合が決着する方式です。そして先ほど得点を挙げたトライサーズのキックオフで試合再開となります。さあ低いキックを切ってきたアイランズリターンに入る。リターナー85番ボールをジャッグルしましたが、しかしそれを拾い上げて自陣20ヤード付近まで押し返しております。この位置からクラブアイランズの攻撃に変わります。
さあ、クラブアイランズはそのキッキングにおいて大きなリターンを許してしまった。その結果として、フィードゴールを許す形でまず先制をトライスターズに許しております。しかしクラブアイランズもこの状況を打開図らんと、ここから反撃に入ります。このようにアメリカンフットボールは失点した側が次の攻撃を得やすい形になっております。さあクラブアイランズ自陣26ヤードからファーストダウン点。さあまずランプレー、ランニングバック42番ハンドオフを受けまして右オフタックルを突破、オフェンスラインマンの最も強力なポイントをつきまして、このブロックを生かして約6ヤードゲインとしています。まず最初のランプレーを見事に決めましたがクラブアイランズ42番の山崎、滝川高校出身のプレイヤーです。そして高卒ながらしかしチームを7年率いるチームキャプテンでもあります。クラブアイランズセカンドダウン4、さあ再びランプレー、同じく42番にボールを託しましたがここでイエローフラッグ反則が発生しております。審判団からフィールド上に黄色いウエスが落とされますと反則発生を意味します。この反則がどちらにありましたか、まもなく審判団からコールされます。オフサイド、 トライスターズ56番5ヤードのペナルティー、セカンドダウンを繰り返します。反則の結果ファーストダウンです。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しておりました。いわゆるフライングに相当する反則です。5ヤードの抜体、従いまして残り距離4ヤードでしたので自動的にこれで攻撃権更新です。クラブアイランズファースター、さあ攻撃権はリセットしクラブアイランズ1回目の攻撃に変わります。ファーストダウン10の攻撃、こちら再びランプレーから入りました。ここは好調な主将42番山崎のランプレーを展開しております。これも約4ヤードから5ヤードのゲインとなっています。クラブアイランズセカンドダウン5、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要蹴りは5ヤード。パス成功、ファースター。クォーターバック44番、左スプリントアウトからレシーバーを探しクォーター、85番にパス、これを一旦トライサーズパスカット仕掛けましたが85番見事にリアクションしましてこのパスをキャッチし攻撃権更新です。クラブアイランズファースダウン、見事このパスプレー決めましたのはクォーターバック44番の堀田、京都大学出身、そして取りました85番は寺崎、大阪体育大学出身のプレイヤーです。堀田は本来はラインバッカーの選手、ディフェンスの選手です。ディフェンスの司令塔ともいうべきポジションの重要なポジションの選手ですがチームの状況を鑑みあえて今シーズンクォーターバックに挑戦しております。さあラン、トライスターズ、失礼しました、クラブアイランズ攻撃を展開します。再びランプレーから入りましてこれも3ヤードのゲインとなっています。双方ともにディフェンスフロントには一律の、長がある素晴らしい人材を揃えておりますが現時点ではアイランズがオフェンスラインかなり押し込んでいる感があります。クラブアイランズセカンドダウン7、パス不成功、パス不成功の判定です。クォーターバック44番プレイアクションから左に展開していた85番にヒッチパスを投じましたがしかしディフェンスのプレッシャーもあってかパス不成功になっています。ダウン1つ失ってサードダウンに変わります。前パスは失敗しますと攻撃は元の位置に戻され次の攻撃に変えます。結果的にゲインがない格好になりますのでそのリスクもあります。またパスが奪われた場合には攻撃権を失います。クラブアイランズサードダウン7、ナイスタック、
ここでアイランズはオプションプレーを展開しました。ここはランニングバックに投げ渡し右オープン展開をしようとしましたが、このランニングバック42番をトライスターズ7番見事なソロタックルで仕留めまして、ノーゲインフォースダウンに変わります。素晴らしいタックル決まりましたのはトライスターズ7番の瀬尾、同志社大学出身のプレイヤーです。双方とも関西一部で活躍した名手森、また在野で、在野から這い上がってきた選手あり、非常に色とりどりの選手が両チームの陣容を彩っております。アイランズここはパントで、状況を、終わらせる形にいたしました。しかしこのパントをコントロールよくトライスターズ陣14ヤード付近で攻守交代となります。さあクラブアイランズの最初の攻撃は結果的にはパントという形に終わりました。しかし陣地は大きく押し返した形になっております。トライスターズ自陣14ヤードから2回目の攻撃シリーズに入ります。トライスターズ自陣14ヤードからファーストダウンテン、さあランプレーから入ります。手入れ枠に入っておりました、41番の選手でしょうか、この選手にハンドオフしましてディフェンスは中、割り込んできましたが、それを見事にかわしまして約5ヤードから6ヤードのゲインとしています。素晴らしいランプレーを展開しました。どこで倒されるかが非常に次の攻撃に大きく影響するアメリカンフットボールは非常に先ほどのプレーは効果的でした。41番は山本です。手塚山大学出身のプレイヤー。パスでこう、さらに行きます、まだ行く、ブロッカーいる、さあ前がいた、追いつくか、振り切った、タッチダウン。ここでクォーターバック21番中央プレイアクションからワイドレシーバー41番にパス、41番これをキャッチし一気に独走、相手ディフェンスがカバーする中、しかしそれを振り切りまして一気にエンドゾーンになだれ込んでタッチダウン。トライスターズここでクォーターバック21番木田から41番山本へのホットラインが機能しまして、さらにタッチダウンを上げて得点を広げる形に成功しております。現在負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られています。さあプレー再開です。トライスターズトライ4ポイントに入ります。タッチダウンの後のワンプレーです。このキック見事決まりましてトライスターズ10点クラブアイランズ0点となりました。クラブアイランズのオフェンスランプレー好調で状況を打開図らんというところでしたが、しかし次の攻撃を見ましたトライスターズが見事なプレーアクションパスによるタッチダウンを決めまして、その差10点に広げた形になっております。そして試合は先ほど得点を上げる形に成功しましたトライスターズのキックオフで試合再開となります。ここでレフリータイムアウトが入っています。審判団そのポジショニング調整をいたしまして、まもなく試合開始となり再開となります。再開します。
トレイサーズキックオフいたしますのは13番の中塚です。堀宮医療大学出身。アイランズリターンに入ります。左サイドライン際を駆け上がろうとしましたが、しかしトライサーズカバーしまして、アイランズはアイランズ自陣30ヤード付近からの攻撃になります。リターナー85番は寺崎でした。大阪体育大学出身のプレイヤーです。さあトライサーズが得点を重ねている状況ですが、しかしアイランズもオフェンス陣、ランプレー、そしてオフェンスライン陣は好調です。この攻撃シリーズ注目しましょう。ボールオン自陣30ヤードからクラブアイランズファーストダウン10。クォーターバック44番ハンドオフをフェイクし自らキープを展開しました。相手の状況を見てのオプションプレーだったと思いますが、しかしディフェンスライン陣殺到、しかしそれをなんとか振り切り前進図りの、しかしノーゲインという形になっています。訂正いたします、1ヤードロスという形に変わっております。クラブアイランズセカンドダウン11。パス不成功。クォーターバック44番ハンドオフフェイから右スプリントアウト、そこからランパスオプションを展開しパスを投じましたが、しかしターゲットへのパスが届かずパス不成功となっています。ダウンを1つ失ってサードダウンに変わります。クラブアイランズサードダウン11。ナイスラン。ランニングバック42番ディレイドローの中央のランプレー、遅いタイミングの、ベリー、いわゆるボールを乗っけた状態のまましばらくキープする状況から一気に中央突破、そしてこのランが見事に決まりまして攻撃権更新です。クラブアイランズファーストダウン、見事な時間差のランプレー決まりました。素晴らしいラン決めたのは42番の山崎でした。滝川高校出身チームキャプテンです。クラブアイランズ自陣42ヤードからファーストダウン10。ここでクォーターバック44番、ハンドオフスナップを受けた際にボールをジャッグルしましたが、それをなんとかリカバリーし、相手タックル殺到する中、むしろ2ヤードから3ヤードのゲインに変えました。プレーが崩れた中よく奮闘してこのプレーをゲインに変えましたのはクォーターバック44番堀田、京都大学ギャングスターズ出身。さあ奮闘しておりますクラブアイランズ、徐々に押し返してまいりました。セカンドダウン7の状況、ここでスプリントドローを展開しました。クォーターバックが外へ出ると見せかけランニングバックにカウンター気味に走らせるドロープレー、パスに見せかけたそのカウンターが決まりまして約3ヤードから4ヤードゲインとしています。キャリア42番は山崎です。ここでホイッスル、ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりましてトライスターズ10点、クラブアイランズ0点、攻守方向入れ替え第2クォーターに移ります。
アメリカンフットボールは試合を4つに区切って行います。それぞれをクォーターと称し、第1、第2クォーターを前半、第3、第4クォーターを後半とします。第1と第2、第3と第4の切り替えでは攻守の方向を入れ替え、前半と後半の切り替えではタイムアウト、ポジショニングをリセットして試合を行います。まずはその序章となります第1クォーターは、トライスターズが素晴らしいキック、そしてオフェンス、タッチダウンパス決まりまして、10点先制する形になっております。しかし現在クラブアイランズもその強力なオフェンスラインを生かしたランプレーが展開しており、徐々に状況を押し返さんというところにあります。その向き変わります第2クォーターに入りまして、展開をどのように変わるか注目いたしましょう。さあ、これより第2クォーターに入ります。クラブアイランズメインスタンドから向かって左から右に攻める格好に変わります。ボールオン自陣49ヤードからクラブアイランズサードンスイパス不成功の判定です。ここでプレーとしてはオプションプレーを展開しようとし、クォーターバック44番外から展開したランニングバックにピッチしようとしましたが、これが結果的には前パスでした。ルール上問題はない前パスでしたが、そのパスをキャッチできませんでしたので前パス失敗となりフォースダウンに変わります。クラブアイランズフォースダウン3となりまして、パントフォーメーションを取ります。このパントは外へ蹴り出すような形にしまして、トライスターズ陣30ヤード付近で攻守交代と変わります。クラブアイランズオフェンス非常に順調なランを重ねておりますが、しかし突破口となる、プレーがまだ見出せず、現時点ではパントをするという形に終わっております。さあ、トライスターズしかし自陣30ヤードからの攻撃です。ここから先ほどと同様鮮やかに攻撃を展開することができるでしょうか。トライスターズ自陣30ヤードからファーストダウン10。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック21番、右にセットしていたワイドレシーバー11番にパス。11番ディフェンス殺到する中、見事にこれをキャッチしまして攻撃権更新。トライスターズファーストダウン。見事にこのパスを決めましたのはクォーターバック21番の木田。三田翔星高校出身のチームキャプテンです。そして取りましたのは11番の伊藤、摂南大学出身の選手です。岸君も、両チームキャプテンが高校出身ということも非常に注目です。さあ、ランプレーでいきました。オプションプレーを展開します。ここはランニングバックにピッチしまして左オープンをつきました。41番オープン展開を図りまして約2ヤードから3ヤードゲインとなっております。レフリータイムアウト。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られます。まず確実にそのランを決めましたのはランニングバック41番の山本です。手塚山大学出身、こちらも関西、3部でしょうか、無名校ですけれども、しかし非常に活躍しております。さあ、試合再開です。トライスターズセカンドダウンセブンで試合再開。さあ、今度はハンドオフしましての中央へのランプレー。最も強力な右オフタクロフ系のランプレーです。何枠34番、体をねじ込むように約5ヤードのゲインを果たしております。
ここで負傷者発生のためレフェリータイムアウト。レフェリータイムアウト。負傷者のためのタイムアウトです。力強いランを決めましたのはランニングバック34番の伊橋です。エイジ52。非常に高齢ながら、私と同年齢という非常に、チャレンジャブルの選手でもあります。そしてチームの監督であり代表を務めてもおります。伊橋氏はさまざまな形でアメリカンフットボール普及に向けての活動も邁進しております。 X3 という立場でありながら、しかしアメリカンフットボールのためにホスピタルフットボールとの連携、そしてさまざまな企画を実現する非常にアイデアあふれるチャレンジャーな選手です。彼らの奮闘がありまして、トライスターズは今シーズンも X3 挑戦をいたします。さあ試合再開です。トライスターズサードダウン2。ナイスラン、ファーストラン。ここでトライスターズクォーターバック21番プレイアクションから右オープンへブーツレックのワンプレー。これが見事に決まりまして、右オープンを疾走し、トライスターズファーストダウン獲得となっております。見事なブーツレッグからのランプレーを決めましたのはクォーターバック21番の木田、三田翔成高校出身のプレイヤーです。さあ非常に順調な攻撃を展開するトライスターズ、そしてクラブアイランズの力強いランプレーですが、これは天候の面も大きく影響している感も感じられます。この雨を味方にできるか、あるいはそれを敵に回してしまうのか、果たして両チーム今後の展開に注目しましょう。さあ試合再開です。トライスターズファーストダウン10、ここでホイッスル、イエローフラッグが投じられております。どちらのチームに反則があったでしょうか。フルスタート、オフェンス、トライスターズ69番、フェアードのペナルティー、ファーストダウン繰り返します。オフェンスの反則です。フルスタート、不正なスタートを切りました。オフェンスチームは特定の選手以外は1秒間プレー前に静止しなければいけません。これが守れなかったために、5ヤード抜体となります。従いましてトライスターズファーストダウン15で試合再開、試合やり直しです。トライスターズファーストダウン15、パス成功。クォーターバック21番、右にセットしていましたワイドレシーバー11番にヒッチパス、そこからキャッチアンドランで11番、約4ヤードのゲインとしています。ここはまず短いパスで刻みました。キャッチアンドランしましたのはワイドレシーバー11番の伊藤です。摂南大学出身。トライスターズセカンドダウン11、パス成功。クォーターバック21番、プレッシャーを感じながら右にロールアウトし、ワイドレシーバー34番にパス、これが通りまして、こちらも約6ヤード近いゲインとなっております。パスを投じましたクォーターバック21番は木田、サンタ翔成高校出身、そして取りました伊橋も高校出身のプレイヤーです。共に高校時代は未経験ながら素晴らしいプレーを披露しています。トライスターズサードダウン4、
クォーターバック21番今度は左ローアウトからターゲットを探さんというところでしたが、ディフェンスカバーよく結果的にノーゲインでフォースダウンに変わります。ここはアイランズディフェンス陣奮闘しました。トライサーズフォースダウン4、さあここでフィールドトライ、キックによる3点であります。キックレングス43ヤードのフィールドゴールに伸びます。さあこのキックどうか、わずかにそれましてフィールドゴール失敗、結果的に4回目の攻撃失敗となりますので無得点です。攻守交代となります。しかしこの距離を挑めるトライスターズのキッカー13番中塚、素晴らしいキック力を披露しました。距離は十分届く素晴らしいキックでした。さあ結果的にこのトライスターズの攻撃をしのぐ形に成功しましたクラブアイランズ、今度は自陣26ヤードから反撃のシリーズに入ります。クラブアイランズファーストダウン10、さあこれは抜けた、ナイスラー、ランニバック42番ハンドオフを受けまして左オフタックルを突破、見事なブロックを生かしたレーンを通りまして約9ヤードのゲインとしています。これはオフェンスライン陣も素晴らしい仕事をいたしました。クラブアイランズ現在劣勢ながら、しかしオフェンスライン陣は非常に素晴らしい仕事をしています。さあしかしトライスターズのフロント陣は強力です。クラブアイランズそれを貫いていけるでしょうか。セカンドダウン残り1ヤード、さあ粘ったかどうか、判定を待ちましょう。攻撃権更新ファースト、ランニング42番ディフェンスライン殺到する中素晴らしい粘りを見せまして、セカンドエフォートで1ヤードを稼ぎ出し攻撃権更新といたしました。クラブアイランズファースト、さあ攻撃セットしましてクラブアイランズ自陣36ヤードからの攻撃に入ります。クラブアイランズファーストダウン10、さあまたいった、今度は中央一線一気に突入しまして42番、一発で9ヤード以上の9ヤード走ったか、そして判定を待ちましょう。わずかにしかし攻撃権更新には至らなかった模様です。しかしほぼ残り1ヤードないという状況まで突入できる素晴らしいランを披露いたしました。ここはチームキャプテンである山崎、素晴らしいランでチームを鼓舞しております。訂正です、攻撃権更新です。クラブアイランズファースト、先ほどのランプレー見事に攻撃権更新果たしました。ここは山崎のランでチームの状況を優位に進めていっております。さあボールは自陣46ヤードを超えました位置、この位置からのクラブアイランズファーストダウン10、さあ粘る、クォーターバック44番左ロールアウトからターゲットを探しつつ、そしてしかし状況を判断しましてスクランブルに変わりました。ディフェンスタックルありましたがそれを跳ねのけまして約9ヤードのゲインに変えています。今度はクォーターバック44番の堀田が見せました、京都大学ギャングスターズ出身。本来は守備の選手ですが、しかしやはり関西一部で鳴らした選手です。素晴らしいフィジカルを見せております。さあここでトラブルが発生、
ターンオーバー。ここで大きなプレーが発生しました。クォーターバック、ここで一気に状況を図らん打開戦とランプレーを展開しようとしました。しかしこの時に相手のプレッシャーから後方にピッチする際にそのコントロールをミスしまして、ボールを結果的にロストする形になりました。それを抑えましたのは結果的に言うとトライスターズ。従いまして攻守交代です。ターンオーバーにより攻撃権トライスターズに変わります。さあこれでトライスターズ自陣47ヤードからの攻撃。クォーターバック21番右ロールアウトからターゲットを探しつつ、そこからスクランブルに転じました。これが好判断となりまして、約5ヤードから6ヤードのゲインとなっておりますが、しかしイエローフラッグが投じられております。この反則は果たしてどちらのチームにあったか、まもなく審判団からコールされます。オフェンスにホールディングの反則がありました。相手選手を掴んでいたという反則です。オフェンス、ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。これによりまして、10ヤードの罰則、反則発生地点から10ヤードの罰則を受け、ファーストダウンやり直しという形になります。従いまして、トライスターズファーストダウン11で試合再開となります。このランでます。フルバックに入っておりました選手、遅いタイミングのクイックドローを展開。ブロッカータイプの選手が、早いタイミングで、パスに見せかけたランプレーをすることをクイックドローと言いますが、これが見事に決まりまして、約8ヤードから9ヤードのゲインと変わっております。番号の方確認できず申し訳ございません。しかし素晴らしいランでした。さあトライスターズセカンドダウン2。さあ再びフルバックのランプレー、これをキャリーしました5番、中央に体をねじ込むようにこの2ヤード獲得し、攻撃権更新となりました。トライスターズファーストダウン、見事攻撃権更新を果たしましたのはトライスターズ5番の、石塚です。大阪電気通信大学出身。ナイスファーストダウン。ここでクォーターバック21番、プレッシャーを感じながら自らの判断でスクラム、緊急発進のランで、しかしディフェンス殺到する中、素晴らしいコース取りをしまして、見事攻撃権更新を果たしました。トライスターズファースター、素晴らしいラン披露したのはクォーターバック21番の木田です。三打、小生高校出身。さあ相手陣31ヤードに入りまして、トライスターズファースターウンテン、前半残り時間は27秒となっています。この時間内に得点を挙げられるでしょうか。アイランズはこれを阻止できるでしょうか。相手陣31ヤードからトライスターズファーストダウン10。さあここでフルバックのランプレー、早いタイミングでランプレーを投入しましたが、ここでホイッスルが鳴ります。チームタイムアウト、トライスターズ。ここでトライスターズ前半1回目のタイムアウトを取ります。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトが取れます。トライスターズ残り時間確保する意味、そして作戦を練り合うためにここでタイムアウトを取りました。
さあ本来ならばトーナメント敗退した両雄による交流戦という格好ですが、非常に面白い試合展開となっております。現在はトライスターズが有利な形で攻撃を展開しており、残り時間をかけましてさらなる加点を図ります。しかしアイランズもこれをなんとか阻止戦という残り18秒の攻防がまもなく行えます。さあタイムアウト解けまして試合再開です。トライスターズ相手陣26ヤードからセカンドダウン5。これはアイランズナイスです。ここでスプリン、ドロープレーによって右オープン展開を図りました。しかしそのランプレーをアイランズ9番見事なパシュートで仕留めまして、1ヤードロス、2ヤードのロスに変えています。ここでホイッスル、タイムアウト。トライスターズ前半2回目、トライスターズここで前半2回目タイムアウトを使いました。前半残り時間は6秒となっております。ここはトライスターズのランプレーを見事にクラブアイランズ阻止しました。素晴らしい対応をしたのはクラブアイランズ9番の砂川、手塚山大学出身。さあ残り6秒の状況でトライスターズタイムアウトを取っておりますが、フォーメーションを変えます。フィールドゴールトライ、キックによる3点狙います。キックレングス45ヤード。さあこの距離を決められるか。さあ行った、どうか、キック成功、3点獲得。なんとトライスターズの中塚、ここで一部でもなかなか見れない40ヤードオーバーのフィールドゴール、見事消えまして3点追加といたしました。トライスターズ13点、クラブアイランズ0点。双方ともこの交流戦素晴らしい戦いを見せております。クラブアイランズも攻撃陣非常に奮闘しており、状況を押し返さんというところ、しかしトライスターズがしのい、その一瞬の隙を突きトライスターズが現在13点、ワンタッチダウン2フィードゴールを決めましてリードする形になっております。残り時間前半1秒となっておりますが、トライスターズのキックオフで試合再開という格好になります。さあ前半終了最後のプレーとなると思いますが、このリターンどのような形になるでしょうか。さあ低いキックを蹴った、大きなリターンを避けるためあえてゴロのキックを蹴りました。クラブアイランズここは無理をせず外へ出まして、このプレーを終了する形にしています。前半終了、ここで前半終了となりました。前半終了となりまして、トライスターズ13点、クラブアイランズ0点。トライスターズがワンタッチダウン2フィードゴールリードし前半を終えております。しかしクラブアイランズも攻撃陣非常に奮闘するオフェンスライン陣の力強いランプレーが随所に見られる前半戦でもありました。双方ともにこの前半の攻防を鑑みましての作戦タイムに入ります。このハーフタイムで双方どちらが後半戦の突破口を見出してくるでしょうか。このインターバルのこのハーフタイムを使いまして配信も一旦インターバルに入らせていただきます。後半戦再開間近となりましたら再び音声を入れさせていただきます。さあ審判団フィールドに戻りまして、まもなく後半戦再開の時を迎えようとしております。前半戦を終えましてトライスターズはワンタッチダウン、そして2フィードゴールを重ねまして13点リードするという展開になっております。現在のところはトライスターズが見事に攻撃を展開し、その攻撃が機能しているといった感が見受けられますが、しかしクラブアイランズもオフェンス非常に好調なランプレーが展開されており、重厚並んで押し返す非常に力強い展開が繰り広げられております。この意味ではまだ突破口が見える場合にはアイランズも状況が非常に面白い試合展開とも言えます。この試合は交流戦でありますので、勝利した
場合のその進出先のゲームというものはございませんが、しかし双方ともこの秋を見据えた素晴らしい戦いを見せております。さあ両チームフィールドに散りまして、これより後半戦再開の時を迎えます。後半戦はトライスターズのキックオフで試合再開する形になります。これに対するリターン陣としまして、アイランズは81番と85番を配置いたしました。このキックオフリターンにも注目いたしましょう。アイランズ81番は片瀬、関西学院大学出身。85番は寺崎、大阪体育大学出身です。片谷関西で鳴らしました、関西一部で鳴らしましたエリート、そして片谷関西でも有数のアスリート揃います体育大学出身のプレイヤーがこの試合のリターンを務めます。トライスターズはキックオフに先ほど45ヤードフィールドゴールを決めました中塚が入ります。このキックエンドゾーンに入りましてタッチバックとなります。この強力リターンの布陣を封じるかのような素晴らしい大きなキックを蹴りまして、このリターンを封じる形にいたしました。この結果アイランズは自陣20ヤードからの攻撃と変わります。しかし後半最初のシリーズの権利を得ておりますクラブアイランズ、ここから状況を打開を図る後半最初のシリーズに入ります。失礼しました、自陣25ヤードの位置にあります。クラブアイランズ自陣25ヤードからファーストダウン10。まずはクォーターバックのキープレー、右オプションからの QB 自らのキープレーです。44番、右オフタックルに飛び込むように約1ヤードの原因としています。クォーターバック44番は堀田、京都大学出身。クラブアイランズ自陣26ヤードからセカンドダウン9。今度は42番にハンドオフ、左オフタックルをつくように42番、体をねじ込み約4ヤードのゲイン。今度はラニワク42番、山崎のランです。滝川高校出身。さあサードダウン5の状況に変わります。クラブアイランズ突破なるでしょうか。ボールオン自陣30ヤードからの攻撃。さあ中央のアンプレー、しかしこれはトライスターズナイスディフェンス。ここで山崎の突進力によって状況打開を図りましたが、しかしここはトライスターズディフェンス陣が踏ん張りましてフォースダウンに変えます。クラブアイランズフォースダウン3、パントフォーメーションを取りました。トライスターズここでリターナーがボールをジャックルしましたが、なんとか外へボールを出す形にしてこのパントを終える形にしております。結果的に、トライスターズ自陣37ヤードからの攻撃に変わります。まず最初のアイランズの後半最初のシリーズは封じる形に成功いたしました。トライスターズ今度は後半最初の攻撃をトライスターズ自身が行います。ボールオン自陣37ヤードからトライスターズファーストダウン10。
パス成功。クォーターバック21番外から内側に切れ込んできた18番にパスを通しまして約2ヤードから3ヤードのゲインとしています。ディフェンスのタックルを合いながら見事にキャッチしましたのはトライスターズ18番の勝山、天理大学出身のチームのバイスキャプテンです。トライスターズセカンドダウン8、ボールオン自陣39ヤード。さあ行く、さあ止まるか、ビッグゲイン、ファーストここでクォーターバック21番右に展開していた18番にパス、これをキャッチした18番相手ディフェンスを振り切り独走、大きなゲインに変えまして一気に相手陣に入りました。しかしここでイエローフラッグ反則が発生した模様です。さあこの反則果たしてどちらにありましたでしょうか。背後からの不正のブロック、トライスタイズ34番、反則地点から10ヤードのペナルティー、ファーストダウンです。トライスターズオフェンス側に反則がありました。背後からの不正のブロック、後ろからブロックをしたという反則です。オフェンスチームボールを持った選手は相手の選手を後ろからヒットしてはいけません。非常に危険な行為として扱われます。反則発生地点から10ヤードの抜体となりますが、しかし大きく前進した地点での反則でしたので結果的に攻撃権更新とはなっております。従いましてトライスターズ相手陣35ヤードからファーストダウン10。ナイスラン、ファーストラン。ここでトライスターズオプションプレーを展開、ピッチを置きました34番、左オープンを展開し相手タックルを跳ね飛ばすように前進して攻撃権更新です。トライスターズファーストラン、見事攻撃権更新を果たしましたのは背番号34番、チームキャプテン、いやチームの監督であります伊橋の素晴らしいランでした。自らのそのプレーでチームを鼓舞しております。さあ相手陣21ヤードに入りましてトライスターズファーストダウン10。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック21番ここでロングパス、ここにアイランズ3番もカバー入っていきましたがそれを振りほどいてトライスターズ18番がキャッチし大きく前進、トライスターズファーストダウン。見事にパスキャッチしましたのはトライスターズ18番の勝山、天理大学出身チームのバイスキャプテン。さあこれによりまして相手陣2ヤードの絶好の位置に入りましたトライスターズファーストダウン2ゴー。残り4回でこの2ヤード突破を図ります。さあトラブル発生、ターンオーバー、攻守交代。ここで大きなプレーが発生しました。トライサーズここでプレーを展開する際にセンターからのスナップをエクスチェンジミス、落としたボールを抑えましたのがもう混戦しましたがアイランズが抑えました。従いまして攻守交代です。ターンオーバーで攻撃権変わりクラブアイランズの攻撃と変わります。大変大きなプレーでした。ここでトライスターズとしては一気に得点アゲンというところでしたがこの一瞬の隙をつきましてアイランズが攻撃権を取り返しております。自陣2ヤードからですがクラブアイランズファーストダウン10。さあしかし非常に厳しい位置だが、ここでランニングバック42番にボールを託しました。しかしこの時に激しいヒットのために42番ボールをファンブル、
しかしなんとかそれはアイランズ5番を抑えまして、結果的には約3ヤードから4ヤードのゲインとなっております。見事に対応してこれを確保する形になりましたのはクラブアイランズ54番の竹森です。関西学院大学出身のプレイヤーはここで素晴らしいフットボール IQ で判断いたしました。さあクラブアイランズセカンドダウン6、ここはしかしトライスターズディフェンスを見せます。再びランプレーで状況を打開図るとしましたが、そのランを見計らいましてトライスターズ2番が猛チャージ、このランをロスに変えています。見事なディフェンスをいたしましたのは2番の大畑です。大阪商業大学出身。トライスターズ56番。失礼いたしました。ここでディフェンスに反則がありました。ディフェンスオフサイドです。ボールが動く前に相手に侵入しておりました。従いまして先ほどのプレーは無効となりまして、ディフェンス5ヤードの抜体、結果的にオフェンス5ヤード前進しセカンドダウンやり直しとなります。トライスターズ素晴らしいディフェンスを見せておりましたが、しかしその出足鋭すぎたためかフライングという形でオフサイドを犯しました。クラブアイランズセカンドダウン2。さあここでランプレーをアイランズ投入。ラニバック42番今度は右オフタックル付近に突っ込みまして攻撃権更新です。トライスターズファッサー、失礼しました、クラブアイランズファッサー、チーム名のコールを誤りまして失礼いたしました。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。しかし厳しい状況をクラブアイランズは突破する形に成功いたしました。見事その期待に応えましたのはチームキャプテンであります、42番の山崎です。滝川高校出身。第3クォーターも非常に目まぐるしい展開となっております。トライスターズが実に鮮やかなランパスを組み合わせまして一気に相手陣深い位置に入りましたが、一瞬の隙をつきましてクラブアイランズがそのボールを取り返し、現在クラブアイランズが攻撃中という状況でレフェリータイムアウトは入っております。さあレフリータイムアウトときまして試合再開となります。クラブアイランズ自陣15ヤードからファーストダウン10。さあランプレーから入ります。ランニバック42番ハンドオフを託されまして左オフタックルに突入、この判断よく約4ヤードのゲインとしています。この試合チームのキャプテンであります山崎奮闘しております。そしてそれに応えんとオフェンスラインも素晴らしいブロックを披露しています。クラブアイランズセカンドダウン6、ボールオンは自陣19ヤード。さあ再びランプレー、しかしこれはトライスターズも対応します。同じく左オフタックル突破はからんというランプレーでしたが、これは、トライスターズ52番と2番が素晴らしい対応し1ヤードのロスにとどめております。トライスターズ2番は大畑、大阪商業大学出身。
57番が高岡です。先ほどの選手は57番の大阪学院大学出身の高岡でした。トライスター失礼しました。クラブアイランズサーダウン5。さあここでトラブルが発生しました。オプションプレーのピッチを受けましてランニングワーク、そのボールをジャグルしましたがディフェンス殺到する中なんとか抑える形には成功しております。しかし結果的にロスとなりましてフォースダウンに変わります。クラブアイランズフォースダウン8、パンプフォーメーションを取ります。ここでスナップ乱れましてパンター後逸仕掛けましたがなんとかこれを拾い上げ蹴り出す形には成功しました。しかし崩れた状態でのキックのため自陣脱することはできず、クラブアイランズ陣33ヤード付近で攻守交代となります。さあトライサーズ非常に優位な位置から攻撃を展開します。ボールオン相手陣33ヤードからトライサーズファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック21番プレイアクションから左ロールアウト、そこからエンドゾーン奥に目がけてのパスを投じました。ターゲットは18番だったものですが、しかしこのパスコントロール定まらずパス不成功でセカンドダウンに変わります。トライサーズセカンドダウン10。ナイスラン。ランニングバック34番ピッチを決めました。右オープンを展開、相手ディフェンスを素晴らしいステップワークでかわし、その体をねじ込むように約7ヤードゲインに変えました。素晴らしいランを披露いたしましたのはランニングバック34番に発し、チームの監督でもありますこの選手、素晴らしいプレーを見せています。トライサーズサードダウン3。成功ファースター。クォーターバック21番右に残っておりましたワイドレシーバー18番にパス、18番競り合いながらこれをキャッチしまして攻撃権更新です。トライサーズファースター。見事タフなキャッチ決めましたのはワイドレシーバー18番勝山でした。天理大学出身。ここでホイッスル。ここで第3クォーター終了となりました。第3クォーター終わりましてトライサーズ13点クラブアイランズ0点。攻守方向入れ替え最終クォーター第4クォーターに移ります。本日の最終戦となります X リーグジュニアトーナメント交流戦、トライサーズクラブアイランズの一戦は非常に面白い一戦となっております。双方とも天候も兼ね合いましてランプレーによって活路を見出さんというところですが、クラブアイランズも重厚なラン重ねながらその一瞬の隙つきましてトライサーズが現在13点リードを奪っている状況になります。トライサーズも攻撃陣に非常に洗練された展開が期待できる非常に素晴らしいチームになっております。アイランズとしましてもそのランプレーが
昨日の素晴らしい展開が点ありまして、この状況が第4クォーターの突破口になるかもしれません。さあ双方その進行方向を変えまして、ファイナルクォーター第4クォーターに入ります。トライスターズ相手陣18ヤードからのファーストダウン点で試合再開です。クォーターバック21番オプションからそのまま中央へのキープレー、相手の裏をつくように中央を切り込みまして約5ヤードのゲインとしています。ここはかつてのエースランニングバックの素晴らしいランが披露されました。クォーターバック21番木田、ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られます。レフェリータイムアウトを解けまして試合再開となります。トライスターズセカンドダウン5で試合再開です。パス不成功。クォーターバック11番プレイアクションから右に展開しておりましたワイドレシーバー2番にパスを投じましたが、2番これをキャッチミス、パス成功でサードダウンに変わります。ここでトライスターズはクォーターバックを11番に変えてまいりました。11番は先ほどから活躍しておりました伊藤です。摂南大学出身。トライスターズサードダウン5、パス成功、ファースター、ここで中央に入り込みましたワイドレシーバー34番にクォーターバック11番パス、これが見事に通りまして攻撃権更新になりましてトライスターズファーストダウンとなっています。ここは鮮やかなパスを投じましたクォーターバック11番の伊藤です。鉄山大学出身。さあこれによりましてトライスターズは相手陣4ヤードからのファーストダウン2ゴールに入ります。ここでトラブル発生、センターのスナップをクォーターバック後逸いたしました。なんとかプレッシャー来る中それを抑える形には成功しましたが、大きく後退する形でセカンドダウンに変わります。この辺りはチャンスとして、勇み足だったかもしれませんが、しかしまだ攻撃権ある状況です。ボールオンは相手陣17ヤードからクラブ、失礼しました、トライスターズセカンドダウン2ゴール。ここでホイッスル、イエローフラッグ反則が発生というシグナルが出ております。トライスターズ56番5ヤードのペナルティー、セカンドダウンを繰り返します。オフェンスの反則です。フォルススタート、揃ってスタートを切っておりませんでした。5ヤード抜体する形でセカンドダウンやり直しです。さあトライスターズ相手陣21ヤードの位置からのセカンドダウン2ゴールと変わります。
パス成功。クォーターバック11番右に展開したワイドシーは2番にパス、これを2番タックル受けながら見事にキャッチしまして大きく前進しております。これによりましてトライスターズは相手陣11ヤードまで陣地を戻しました。トライスターズサーダン2ゴール残り11ヤード。さあフルバックのダイブプレー、中央密集点の突破をキャリア5番に託しましたが、しかしエンドゾーンには届いておりません。フォースダウンに変わります。しかし約5ヤード近いゲインを奪っております。キャリア5番は 石塚大阪電気通信大学出身。トライサーズフォースダウン2ゴールフィールドゴールトライ、キックによる3点狙います。キックレングスは21ヤード。キック成功、3点獲得。このフィールドゴール、ゴールポストに当たりましたが、その当たったボール見事にくぐりましてフィールドゴール成功です。トライサーズフィールドゴール成功により6点追加となっております。雨天の中非常に膠着する展開もありましたが、しかしその感激をつきましてトライサーズが見事に得点を重ね、現在16点のリードを奪う展開となっております。そのトライサーズのキックオフで試合再開です。さあアイランズリターンに入ります。リターナー右側を選択しまして自陣22ヤードの位置で倒されましたが、この位置からの攻撃を確保します。さあアイランズとしては何としても1本タッチダウンを取り返したいといったところでしょう。その意味でも残り時間鑑み、ここでのシリーズ期待です。クラブアイランズ自陣23ヤードからファーストダウン10。チームタイムアウト、クラブアイランズ後半1回目です。ここでクラブアイランズが後半1回目のタイムアウトを取りました。クラブアイランズとしては残り時間を先ほども申し上げました通り考えますと、このシリーズが非常に重要だという考えに至っている模様です。ここで一旦仕切り直すためにタイムアウトを取りました。さあタイムアウトを解けまして試合再開です。クラブアイランズ自陣23ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック40番ここでプレーアクションのパス、ターゲット85番めがけて投じましたがタイミング合わずパス不成功です。
クラブアイランズセカンドダウンに変わります。クラブアイランズセカンドダウン10。パス成功、ファーストクォーターバック44番左スプリントアウトからワイドレシーバー85番にパス、85番これを見事にキャッチしまして攻撃権更新です。クラブアイランズファースト見事にパスを通しましたのはクォーターバック44番の堀田、京都大学出身、取りましたワイドレシーバー85番は寺崎、大阪体育大学出身。クラブアイランズ自陣39ヤードに上がりましたのファーストアンテン、さあここでランプレーです。何枠42番にハンドオフ、42番潜り込むようにセカンドエフォートで約4ヤードのゲインとしています。ここでホイッスル、レフリータイムアウト、負傷者のためのタイムアウト、ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。試合再開です。クラブアイランズ自陣43ヤードからセカンドダウン6、さあ今度はランニングバック9番に変えましたランプレー、右オフタックル突破図らんというところでしたが、これはアイランズディフェンス陣奮闘しまして、ゲインはほとんどありません。サードダウンに変わります。クラブアイランズサードダウン6、さあ左オフタックル付近へのランプレー、キャリア9番攻撃展開突破図らんというところでしたが、しかし攻撃権更新には至っておりません。レフリータイムアウト、負傷者のためのタイムアウト、ここで負傷者が発生しましたのでレフリータイムアウトが取れます。ここでアイランズはランニーバックに9番の綱川を投入しております。手塚山大学出身の選手、スピードに乗ってのランによって状況打開図らんというところですが、トライスターズがこれを見事に対応しております。さあアイランズフォースダウン2、勝負に行きます。フォースダウンギャンブル、2ヤード獲得できないと攻撃を失いますが、さあどう出るか、さあランプレーいった、しかし攻撃権更新ならず、ギャンブル失敗により攻守交代、テイクオーバーによりましてトライスターズの攻撃に変わります。クラブアイランズその地上戦の強みを生かして一気に攻撃展開を図らんというところでしたが、しかしトライスターズ踏ん張りまして攻撃権を奪い返すに至っております。トライスターズ相手陣46ヤードからファーストダウン10、
クォーターバック21番スナップを乱しまして、後逸仕掛けましたが、それをリカバリーし自らの総力で前進しノーゲインという形で終わらせております。ここはかつてのエースランニングバックだった木田のその健脚が生きたプレーでした。トライスターズセカンドダウン10、成功。クォーターバック21番プレッシャーを感じながらタックルを振りほどいて左に流れ、そこからワイドレシーバー34番にパス。これは見事34番キャッチしまして約6ヤードから7ヤードのゲインに変えています。パスを投じましたのはクォーターバック21番の木田、取りました34番は伊橋です。文字通りチームを牽引するこの2人の選手がここでも素晴らしいプレーを見せています。無資格レシーバーのダウンフィールド、トライスターズ79番、プレミアスポットから5ヤードのペナルティ、セカンドダウンを繰り返します。しかしここで反則がありました。オフェンスに無資格補給者のダウンフィールドの侵入がありました。オフェンスチームはパスコースに出ていい選手に制限があります。それ以外の資格がない選手がパスコースに出ると反則となり5ヤード抜体という格好に変わります。従いまして先ほどのプレーは無効となりまして、セカンドダウン15の状況で試合再開です。クォーターバック21番オプションプレーから自らキープ、その見学で中央トップを図ろうとしましたが、これをアイランズ44番が見事に対応しましてゲイン1ヤード程度でとどめております。仕留めました44番はクォーターバック兼任で活躍しております堀田です。京都大学ギャングスターズの選手、ここで攻守双方で獅子奮迅の活躍を見せております。トライスターズサーダウン14、さあトラブル発生、ターンオーバー。ここで再びトライスターズスナップ見られました。なんとか抑えんとクォーターバックそのボールに飛びかかりましたが、しかし確保できないうちにクラブアイランズこのボールを奪い取り攻守交代です。ターンオーバーによりクラブアイランズの攻撃に変わります。さあクラブアイランズ残り時間1分24秒で攻撃の機会を得ました。ボールオンは相手陣44ヤード。クラブアイランズファーストアンテン。パス不成功。クォーターバック44番、プレッシャー来る中、プレアクションのパスを1番に投じましたが、しかしコントロール定められず、パス不成功となっています。セカンドダウンに変わります。クラブアイランズセカンドダウン10、パス不成功。クォーターバック44番右スプリントアウトから奥にいましたレシーバーにパスを投じましたが、しかしディフェンスのカバーに合いましてパス不成功です。サードダウンに変わります。さあ残り時間1分8秒の状況、クラブアイランズなんとかこのシリーズを生かしたい。ボールオンは相手陣44ヤードからクラブアイランズサードン10、
インターセプト、ターンオーバー。ここでパスプレーに展開しましたクラブアイランズ。しかしそれを取りましたのはトライスターズ17番。インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー、攻撃権はトライスターズに変わります。ここでインターセプトを決めましたのはトライスターズ17番の酒井でした。大手門学院大学出身のプレイヤーです。トライスターズ相手陣49ヤードからファーストアンテ。パス不成功。ここでトライスターズはパスによってさらに得点を狙わんといたしました。しかしこのパスはリフレクトされましてパス不成功となっています。トライスターズセカンドダウンに変わります。トライスターズセカンドダウン10。パス成功。ファースター、クォーターバック21番、右にロールアウトしてワイドレシーバー2番にパス。このパス見事に2番キャッチしまして攻撃権更新です。トライスターズファースター。またレシーバー外で出ましたので一旦時計は止まっております。試合時間残り35秒でトライスターズ相手陣36ヤードからのファーストアンテ。不成功。クォーターバック21番、最初のパスアクションで、カバーありと見まして、そこから左に流れてワイドレシーバー18番のロングパス。しかしこれはわずかにオーバースローしパス不成功となっています。トライスターズセカンドダウン10。セルフスタート、トライスターズ55番、5ヤードのペナルティセカンドダウンを繰り返します。ここでオフェンスに反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。5ヤードバッタリしセカンドダウンやり直しとなります。トライスターズ相手陣40ヤードからセカンドダウン15。さあ抜けている、ナイスラー、ファースター。ここでオプションプレーを展開。ボールを託されましたのに枠、そこから右サイドライン側独走、一気にエンドゾーンに、クォーターバック21番がそのままキープしまして右サイドライン側を独走、一気に相手陣4ヤードに迫る素晴らしいラン決めまして攻撃権更新です。トライスターズファースター。さあこれによりまして相手陣10ヤードに入りましてファーストダウン2ゴールに変わります。前半試合時間残り12秒の攻防、トライスターズファーストダウン2ゴール。ここでホイッスル、チームタイムアウト、トライスターズ
後半1回目トライサーズ、ここで後半1回目のタイムアウトを取ります。さあタイムアウト解けます。試合再開となります。トライサーズ相手陣10ヤードからファーストアンドゴー、パス成功、タッチダウン。ここでトライサーズクォーターバック左側見ました、レシーバーへのホットパスを投じました。このパスをワイドレシーバー見事にキャッチし、そのままエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。トライサーズ試合終了間際の状況でタッチダウンを重ねまして6点追加となっております。今度のトライフォーポイントはブロック、トライフォーポイント失敗という形になりました。キックされたボールが宙に舞い、これをキャッチしたキッカー13番、そこからランプレーに展開しようといたしましたが、しかしこれはクラブアイランズ阻止しまして、結果的にトライフォーポイント失敗となっております。しかしトライサーズここでタッチダウンを重ねまして6点追加、22対0となっております。さあ残り時間5秒となりましたが、トライスターズキックオフいたします。ここでアイランズがこのリターンでどのような選択をするか注目しましょう。アイランズとしては残り時間このわずかな状況、しかしなんとか1本返さんというところになります。さあアイランズリターンに入る。自陣30ヤード付近でボールデッドとなりました。試合終了、ここで試合終了となりました。試合終了となりまして、トライサーズ22点、クラブアイランズ0点でトライサーズの勝利となりました。クラブアイランズ惜しくも敗戦となりましたが、しかし非常に重厚なオフェンス、そして力強いランプレー、非常に印象に残る戦いぶりでした。秋に向けてさらなる躍進が期待できる、そのような戦いでした。ナイスファイトでした。本日は足元の悪い中応援ありがとうございました。トライサーズこの試合見事な攻撃、そして守備を見せまして見事完勝いたしました。素晴らしい戦いぶりでした。かつての力を取り戻し、はい、XE 優勝争いに挑まんとするその兆しを見出せる素晴らしい戦いでした。ナイスゲームでした。
コメントありがとうございます。ありがとうございました。トライスターズの関係者の方ですかね、かつては長谷川の河川敷でも練習ありましたですか。ありがとうございます。その意味では私の近しい位置ですので非常に嬉しく思います。配信でもご案内してましたが、伊橋選手、おそらく34番の伊橋選手ですね、現役であります。しかもチームの現在代表としてものすごいチームを鼓舞する形で引っ張っております。本日も素晴らしい活躍をしていました。ぜひこの動画を振り返りいただき、伊橋選手の活躍をご覧いただければ嬉しく思います。よろしくお願いします。両チーム素晴らしい戦いを見せていただきました。この交流戦Xリーグのそのジュニアトーナメント交流戦に素晴らしい1ページを残す一戦でありました。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意のあてにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かしたスタープレーヤーがもたしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、本日の配信はここで終わらせていただきたいと思います。皆様長時間にかかるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会の許可を得まして配信させていただきました。その配信実施いたしましたのは私道楽屋でした。また機会ありましたときは、配信をさせていただきます。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。